今年の青森はさ、猛暑続きで、弘前市 39.3 度って史上最高の温度いってすごく暑かった。青森市、ここは青森市なんだけれども、青森市も35、6、7度とか連発していっぱい出て、1ヶ月雨降ってないのさ、びっくり。まあ若干ね、さらっとシャワーおりだっていう感じのさらっと小雨降ったっていうのはあるんだけれども、たった1回かなそれね、ぐらいで全然焼け石に水で、水やりしても水やりしても追いつかないっていうことで、で水やりをするための人件費っていうか、自分のね、俺こう一人でやってるから人件費もかかるしバカ臭いから、水やりをしない方向で対策をしました。でその対策、水がない干ばつ状態でもなんとか乗り切れるようにする工夫は何なのかっていうのをちょっとお話ししたいなと思って動画撮ってるんだけれども、まあ、それがね、今後ろ見てもらえば分かりやすいんだけれども、まあこういう感じで草生やしっぱなし、草だらけね。本当であれば、本来であれば、まあ、1回一輪管理機で走ってるんだけども、その後本来であれば手で取るのは大変だから、刈り払い機でちょん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 って株元、豆を切らないくらいに、野菜を切らないくらいに刈り払い機でちょん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 ってやるんだけれども、それすらやめました。風強いな、ちょっと風強い、やめて、マイクに変な音入るね。こういう感じでやることによってね、あ、こうすれば風影響少なくなるな、座れば、うん、こうすることによってお日様の日陰ができるわけさ。そうすると下の方ね、草の方、ここに、直射日光が当たりにくくなることによって、乾きづらくなるという効果を狙ってはいるのね。朝露は降りるから、朝露を降りて草に当たって、で下に、水が行って、それをこの草の日陰で守って水を保とうっていう作戦です。まあ暑くてやりたくない仕事でもあるんだけどもね、うん、でそれでも乾いて乾いて本当にね困ってるんだけど、大豆ってさ、花咲いた時に水がないと蜜がないんだよね。だからそれがどうなるか不安なんだけれどもさ、うん、でね、草を取らないメリットってのはまたあって、例えばこの草あるじゃない、まあ、抜くとするじゃん、こうやって抜くじゃん、そうすると土がこう動くわけさ、バラバラになるわけで、土の土壌の構造が崩れるわけね、バラバラになって、今まで根っこにまとわりついて、固まってた土、これがバラバラになって ほぐれて乾きやすくなっちゃうわけさ。だから草を取ってないの。土は、朝露が降りてそれが葉っぱに当たって落ちていくのを狙いながら、日陰を作りながらで、蒸散を、蒸散というか土に直射日光が当たらないようにして、でさらにこの草を取ることによって土が乾きやすくなるのを防いで、なんとかしのいでしのいでしのいでやりました。で大豆、まあ、これまだこれからなんで、あの三つくのね、どうなるか分かんないけど、ここの大豆に関してはね、これでいけるのか取れるのかどうなのかって分かんないんだけれども、とりあえずそういう対策してます。で草を取った場所ね、とやめる前までやってた場所はほら、こういう感じで苦しい感じ、小さくてさ、この野郎って感じでさね、取んなきゃよかったなってさ、ここだけ広かったからやったんだろうな、やったのさ。でやってない場所はまあまあ育ってるわけで、こういう状況です。で前すごく調子よくて今年いいなって思ったかぼちゃが苦しくてね、もう雨水やってもしゃあねえっていうぐらいで、うん、で草を取るのをやめて、とりあえずこっち和瀬の方の枝豆だね、まあ大黒豆なんで、はこれちゃんと実ついてるんで、多分このやり方でねちゃんとできると思うの。これちゃんと実入ってるからね、両手開かないくらいだな、ちょっと待ってね、剥いてみるよ、よいしょ、黒豆の枝豆、ほらこれちゃんと実がなってるんで、おっとなってるんで、ちゃんとできました。草を取らないで水を持ちを良くしてなんとかしようっていうことでできました。だから草ってね、あ、美味しい、今枝豆食べたんだけど生でね、美味しい、食べれる、あれはちゃんと黒豆として出荷できる、出荷できるつか、まあ欲しいっていう人がいたからちょこっとだけやってるだけなんだけどね、うん、まあこういう感じでね、草をあえて取らないで日照りに
対処するっていうやり方もあるのさ。他の人からすればね、手抜いてると思うじゃん。ね、そう思ったら当たり前のさ、手抜いてるって、草取らねえで、掘ったらかしにして、情けねえと思うかもしれないけど、これはそうじゃなくて、今年の日照り1ヶ月35度なのね、連発してね、昔は30度超えるのもまれだったの、青森はね、俺子供の時とか30年前とかね、そうだったの。だけども、今はもう30度当たり前に超えるし、雨がね、降らないってことも結構あるのさ。テレビとかでは線状降水帯がどうのこうのって言ってさ、あれ大変だけどもさ、確かに雨いっぱい降って大変なところもあるけど、その裏で雨が降らない場所もいっぱいあるわけさね。で、それに対しての対処法としてこの草を取ってないっていうやり方を取ってるわけさ。これ決して手抜きじゃないのね、手を抜いてるわけじゃないの。今できること、ここには水源がないから、水汲んでくる方法もないから、とにかく今植えてる野菜をどう守るかっていうことを考えたときに、こういう状況を作ってるの。あえて本当は草取りしたいよ、刈り払い系バババってやってさ、やりたいのさ。でも雨降らないんだもん、1ヶ月降ってないんだよ、まともにさ。こういう状況で草取ったらどうなるかって分かるから。ここなんか下見ればよいしょっと分かるけれども、ほら湿ってるじゃんね、水残るのさ。この草によって守ってもらってるの今ね、だから本当に草さんたちありがとうございますなのね。っていうことをわからない農家さんは、草場取らなくて手抜いて仕事のしない手抜きの農業をやってると、そう思われる、まあ思ってもいいんだけどもさ、何と言われようともいいのさ。ここなんかでもほら草に負けてないじゃん、この枝豆さんたちね。なんでかって、まあ、ここも降りてくけれども、あ、涼しい。ほんと涼しいの、ここ。だから猛暑で暑すぎて、野菜も疲れちゃうのさ。だけども、これを、直射日光を遮られることによって、ね、涼しくて涼しくて、ね、ちょうどいい温度になるのさ。リンゴの木村明則さんもね、ほら、リンゴが夏暑すぎる時は草で守って、冬の寒さとかに守って、草を刈って季節を管理させるっていう発言をね、著書に書いてたけれども、それと同じでさ。野菜もやっぱ暑すぎると高温障害出るし、寒すぎてもダメだし、だから今年は暑すぎるからこういう風にね、温度を下げてあげると、草を生やしてあえてね、逆にね、本当に涼しいのさ。この温度が伝わらないのはしゃあないんだけど、本当に涼しい。ここだったら一日中寝てられるぐらい涼しいです。本当今お日様も遮られててさ、こうやって野菜の気持ちにならないと今ね、四つん這いになってるんだけどもね、四つん這いになってるんだけれどもさ、ちょっと邪魔だね、ちょっとごめんね、うん、で四つん這いになってるんだけども、やっぱこういう風にさ、野菜の気持ち、環境を考えて、その年で何をするべきかっていうことを考えた方がいいんじゃないかなっては思います。で今年は本当に猛暑日連続でどうしようもなんない、雨も降らない、だからこうやって草を使って、涼しい環境を作りながら、で水持ちのいい状態、直射日光の当たらない状態を作って、なんとかしのごうとしてしのげていると思います。かぼちゃはちょっとダメだったけど、草取っちゃったからさ、直射日光当たってね、これまだなんだけども、実入るかな、これ開花時期にね、実がこうやってさ、まあ一応ちょっと待って、一応こういう感じで見えるかな、ちっちゃいのね、ちょっと待って、ピンタはねえかね、ちっちゃいのがあるんだけれども、うん、大きくなれるかな。俺が大豆1年目やった時に、開花時期に本当に静岡でやった時、全くこれ以上の猛暑と水のなさで一切見つかなかったことあるのよ。そういう経験あるから、どうやって水を持たせるかって、それに心をね砕いて大変な思いしたんだけども、うん、もうちょっとしないと分かんないけども、とりあえず黒豆は出来だ、そのやり方でしてて、ね、草取るのやめてね、かぼちゃは高温障害でダメでした、うん、でこういうやり方もあるんだよっていうことを一つの例としてね、水やりできねえから結構な面積あって、うん、結構あるから、だけどもこういうやり方がありますよっていうことで、まあ、皆さんに知ってもらえればなと思って動画撮りました。草も
ある程度活かしながらやるっていう方法、これもありかなと思うんで、まあ参考になったら、ね、その時々の状況で雨がいっぱい降ってるんだったら草を取ってもいいし、涼しいんだったら取ってもいいし、今年の青森市みたいに猛暑日連続して雨が全く1ヶ月ぐらい降らないと、そういう場合であればあえて草を取らないっていう選択肢ね。さっき歩いてきたところは 草も生えてるけども豆も大きくなってると、でほら草取ったところは全然ない、風と直射日光に当たってしまってね、暑くて水がなくて大きくなれない、実つくかどうかどんどんだれな、うんね、その向こう側なんてほら同じ大豆なんだけども逆に大きくなってるじゃん、草取ってないところっていうこともあるんで、あえて草を取らないっていうことも一つの選択肢としてあるんだよっていうことを知っておいてほしいなと思います。